ハイラル王国の歴史は太古の昔から幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。その度勇者の魂を持つ者と女神の血を引く聖なる姫の活躍によって平穏を取り戻してきた繰り返しの歴史なのじゃ。ガノンとの戦いを伝説として幾度も刻みながら時は流れた。これより語るは今から1万年ほど昔の話じゃ。当時のハイラルは高度な文明を花開かせておった。それはもはや魔物すら脅威としないほどじゃったという。人々はその技術や力を勇者と姫の助けにしようと考えた。厄災が復活してもその封印を確実にするものを作ろうとな。彼らは人が操る四体の巨大な獣神獣、そしてガーディアンと呼ばれる自らの意志で敵と戦うからくりの兵を作り出した。神獣を操る4人は特殊な能力に秀でた者より選び出された。こうしてガノンに対する術は整えられたのよ。そして再び厄災ガノンが復活しハイラルを襲った時、彼らは勇者や姫と共にガノンに立ち向こうたのじゃ。ガーディアンは小さいながらも数を生かして勇者たちを守り、神獣はその巨体から猛撃を放って奴の力を削り取った。そして大魔の剣を持つ勇者がガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事奴を封印したのじゃ。
Ah!
Thank you.
Thank you.
Oh. Thank you.
た。Hey!
はい。おう。
Huh?
Oh.